ミチ、ユマ、パリモさん、パパパパーン。ということで、はい、今回はちょっと大食い企画、はい、はたまた早食い企画なんですけども、うん、まあ、今回はあのこちらになります、うん、はい、ペヤングソース焼きそば、はい、ハーフ&ハーフ東西ということで、はい、知らないね。東西、あのソース焼きそばだから辛いとかそういうわけではなく、うん、なんかソースの濃さ、うん、なるほど、がなんかその関東味付け関西味付けみたいな感じらしいです。なんで今回はまあそれ1個で東の味と西の味を楽しめるんですけども、はい、チームに分かれて、はい、まあ、なんか東の味付けと、まあ、西の味付け、まあ、せっかくなんでね、これ選んでもらって、なるほど、ということで今回のチームの組み分けを発表します。はい、はい、まずはですねチーム、はい、3人、おチーム3人、はい、今回が3人が、はい、パーティーモンスター、はい、ユーマ、おトモヤ、おー、この3人ですね。チーム、はい、ニッチ、はい、チームニッチ、はいはい、まず俺、ね、まず俺、ね、チームニッチ、はい、で以上です。チームニッチはニッチだそうだね。本当に今悩んでて、あのマジな話、マジな話、この間ナゲットやった結果、量的に、まあ、僕でもだったんです、ここのトモヤの枠、うん、その場合これ どうなんだろう。まあね、食えちゃう、爆笑、爆勝ちとか言って爆笑の可能性で、なんかニッチすごい頑張るのに、なんかかわいそうなこと、どっちも何も得しないみたいな、わけわかんないとかになりそうだ。ただ一旦来ると思います。1000件くらい、もう今コメント埋め尽くされて、小柳食わないんだ。ああそうだ、食いたい気持ちある。今日俺もう胃作ってきてたから、ここまで、ね、ただ忘れてた、現物見た時にいやこれ大丈夫かっていう、余裕で食えちゃうんじゃないかと、これ、はい、一旦これで行くから文句言ってんじゃねえよ。それに来ちゃう、危ない危ない。ということで、まあ今回ここに今1つありますけども、これが今回の3つ、はい、これ1つじゃないですよ、もちろん3つずつを食っていただきます。はい、なるほど。ただ今回先に食い切った方が勝ちという要素もありますから、あーなるほど、量食えてもちょっと食うの遅かったらどうなんだという話もありますよね。それではやってみましょう。はい、じゃあ東西分けていきます。はい、東と西の特徴だけ言うわ。お願いします。あの関東風焼きそば、だから東ですね、はい、こちらはですね、ペヤングソース焼きそばでおなじみのソースを使用。あ、だから言ってしまえば普通の味です。なるほど。東の方はどっちかっていうとその関西風の方が変わってまして、濃厚で甘みのある塩ソースを使用している。ちょっと甘め、え、うまそう。かつ火薬はキャベツ、味付け鶏ミンチ、まずベタなやつ、はい、プラス鰹節、おー、いいよ。だからちょっとこう出汁っぽい感じじゃないかな、うん、美味しそう。そっちが関西です。じゃあ西村なんで西で、じゃあ西の人はいないけど、まあ言うと大阪で生まれてますから、ね、そうです。じゃあ西だ、はい、どうする、ちょっと西村家の長男としてある、なんかだから西村強い、生きていけよ。西ポイント高いから、西ポイント、西ポイント高いから、西食えるから、西ポイントね。でも西食いたい、どう、西食いたい、東、東に住んだ方がいいんだよ。てめえ早く西ポイント言えよ。おめえら何なんだよ。全然いけや。やっぱある、マグ上なんで食いやすいっていう、普通に早くいけるっていう感じで行きたい、うん、そうじゃないの、そうじゃないの、そうじゃないよ。俺は見込みそうな感じ。だから、はい、西村の西でしょ、うん、西村だもんね。西村、西はでも結構強いよ、うん、もう西村の中村でしょ、俺、うん、だから村かぶってるわけで、うん、だから中と西をこう入れちゃ変えちゃえば、うん、え、まあ、西村と中村になるわけ。俺が中村になるってどういうシステムっていうのも一つ、一つね。あと、あ、西枕で寝てるし、ね、え、珍しい、北枕しか聞いたことないですよ。で、お前らどう、西ポイント、これ稼がんとなって、確かにね、はい、まあ大阪生まれっていうのもあるんで、そう、大阪の病院で生まれてますから、そうです、生まれはでかいよ、これでかいよ、マジポイント。あとやっぱ小柳って名字、これやっぱ九州に多いんですよ。だから下の方で一番近いんで、やっぱ西の方がいいですよ。でっかく見たら西、でっかく見たら西のね。ゆうまどう、まあ自分名字川端なんですけど、あれ、はい、川の橋ですよね、はい、西に多めなんですよね、川。あ、そうなんですか、はい、知らん、そうなの、はい、消えました、はい、今の話を聞いて、はい、じゃんけん。当然じゃんけん、勝った方が西にし、あ、そうしよう、オッケー、そうしましょう、選ぶというよりはね、で、じゃんけん、ポイ、負けるんか、おい、何やってんだよ、最低だ。じゃあ、はい、ニッチが西、はい、はい、で、こっちがまあ普通の味の東、はい、はい、これ対戦していきます、はい、やっていきます、はい、西から作っていく、西から作ります。これ多分かつぶし後だよね、あー最後の手ぽいな、最後の手っぽいよね、西、誰が床で焼きそば作んねん。何そこまで開けてんのよ、開けすぎだよ、結構そういう子、そこ
で食べない。え、もしかしてユウマ愉快な子、もしかして愉快な目って何初めての言い方よ。でもユウトとかめっちゃペヤング食ってるイメージあるから。確かにそうなんだ。え、なんかまあまあそんなに頻繁に見るっていうよりなんかまあペヤング、ペヤンガーなんだね。ペヤンガー、え、ペリンガーみたいな。色とか変わんのかな、ちょっと色の違い見る。あ、濃いのか、ドロッとしてない。なんか結構サラサラしてるよ、こっち。いいな、東東剤にしない、こっち。お東西と裁縫巻きじゃないんだからちょっと違う気する。じゃあみんなにも匂いします。うわー、確かになんか近っ、よりお菓子っぽい。うん、ドロドロだよ、めっちゃ。どんくらい黒い、いいわ、どんくらい、どんくらい黒い、どんくらい黒い。噴火した時の火山灰ぐらい黒い。誰がわかんない。ピー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 アウトです。噴火した時の火山灰ぐらい。かわいそう言うの。なんで止めて湯切りしないんすか。あ、どんどん最年少にも言わせないよ、おい。そうだよ、そんな振らない、湯切りは。水まず出してからさ。ねえねえ、気をつけて。おい、もう何とかして何とかして。なんだそれ。でも、それがいっちゃいいよ、たぶん。渋滞してる、渋滞。あ、やべ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 。おい、はい、あ、でももうサラサラとか全然違う。全然、ほら全然違う、ドロドロ、ほら、最高のペアヌかも。なんで負けたんだよ、じゃんけん。チョキで負けましたね。内訳聞いてない。なんか、かつお節あんのってなんかちょっとなんか水分なくなって嫌な時あんじゃんとかもなんかありそうではありますけど、ニッチには取ったら関係ないかもしれない。じゃあ、俺端っこで食うね。あ、なんか、家の焼きそばみたいな。マジでうまそう。さあ、はい、始まってますけども、そうですよ。あ、もう戦いはってことですか。戦いはもう始まっています。なるほど。こちらが西、はい、もう色で分かりますね。全然違う。はい、まず西、東、分かりにくい。数字的にはだから1人1個の計算ですが、はい、別にお互いの食ってもいいという、はい、ルールを設けます。はい、はい、そこはまあ話し合いで、はい、やってください、はい、食い終わった方が勝ちです。さすがに勝つべ、はい、3人だもん、うん、じゃあ行きますか、早速。はい、はい、ペヤングソース焼きそば東西大食い対決、よい、スタート。いただきます。知った。あ、うん、早いっすね。味は美味しいです。一口目が一番美味しいじゃないですか、やっぱり。お腹も膨れて、甘っ。ちょっと甘すぎるのがラッシュ来るかもしれないですよ、これが。嫌な甘さになってこないといいですけども。中村さん、やっぱさすがの速さで。もう食べ終わるっていう感じではないですね。ペヤング1個分くらいは食べるんじゃないかな、3人とものレベルですが、ニッチさんも1分はなくなろうとしています。ここでトモヤが水を飲みました。でっかいイロハスです。これいい戦いなんじゃないか。ほげーで1個、ユート早っ。ユート、まさかの早食いの。めっちゃ早っ。もうユート、もう1個食べ終わろうと。今この3人の中で一番減ってます。もうあとで3口くらいでなくなる量でございます。お前めっちゃ食べ物選ぶタイプや。ややこしい。ユーマはなんか居残り給食みたいな顔で食べていますけど、トモヤやっぱね、早食い苦手ですから量は食えますけどね。初速という意味ではさすが小柳の血を持っている男、パーティーモンスター。おーっと、ここで火薬を一口かき込んだらユートは食べきりですね。パーティーモンスター一箱開けました。さあ、左右の二人の手伝うのか、これは判断本人に委ねられますけど。うわ、でもトモヤンもユウマも合わせてペヤング1個分くらいかもしれないですね。さあ、ここで分け与える。パーティーモンスターに分け与える。いけるか、これ。ニッチが、ニッチが牙城を崩されるか。トモヤンの遅い、遅すぎる。同じチームだったら怒ってます。さあ、ここでユウとユウマのをしっかり食べてあげて。おっと、ニッチもすごいスピードですよ、正直言って。ユウマ、トモヤン、ともに最後の一口を駆け込んでいる。さあ、まだ分かんない。どうだ、出ちゃうか。ユウマとトモヤン、口の中に入っています。全て口の中のものがなくなった。そう思った時に手を挙げてください、3人とも。はい、はい、挙げた。まだあります。ニッチの一口がわけ分かりません。例えば浮かんでこないくらいの量。もう、ニッチも半分くらいなんですけどね。はい。ちょっとそうだね、ユウトが計算外だから。そうだね、話し合おう一回。
雰囲気的になんかもう全然もう3個もいける感じ、ね、まあ、なんていうのもう3個もいけるんですけど、ナゲットじゃ押し量れなかったちょっとね、麺とね、物体はね、ちょっと申し訳ない、そうそうそう爆裂ともや遅かった、動画に映ってるか分からないけど、あ、俺はこっち食いますとか言って今日はもしかしてあれ測定会だった麺編の、そう、麺編が麺までという考え方でもいいのかもしれない、そうそうそう、麺はね、食べやすいもんだったね、ほんとに君また分かんなくなりました組み合わせむずいな、2-2-1なんじゃないの結局か、あー、3チーム、俺言うわ、言うとともやで、ニッチなんじゃない結果、確かに気づいたけど、これはでも早組の部門でしたね、割と麺ではありますし、そうっすね、ペヤングソース焼きそばで、あーい チャンネル登録ボタンを。押せ！